それではお待たせをいたしました。明日行われます WBA、WBC、IBF、そして WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチの公式を行います。まずはチャンピオン井上尚弥選手です。井上選手 55.2 アンダーです。井上尚弥選手は 55.2 キロ、 55.2 キロ、約 100 グラムアンダーで、パスしております。続きまして挑戦者ルイス・ネリ選手です。ルイス・ネリ選手 54.8 アンダーです。ルイス・ネリ選手は 54.8 キロ、 54.8 キロ、約 500 グラムアンダーで、公式計量を果たしております。これによりまして、明日のメインイベント WBA、WBC、IBF、そして WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチは正式に行われることが決まりました。今一度申し上げます。井上尚弥選手は約 100 グラムアンダーの 55.2 キロ、ルイス・ネリ選手は約 500 グラムアンダーの 54.8 キロでございました。Peso ambos peleadores. それではこれより報道セッションとなります。先ほど申し上げましたが、白線の内側の方は立ち上がらないようにお願いいたします。後ろの方への配慮もお願いいたします。以上をしまして、明日のメインイベントの公式計量終了でございます。井上尚弥選手は 55.2 キロ、121ポンド、4分の3、そしてルイス・ネリ選手は 54.2 キロ。